先発ピッチャーは侍ジャパンの清水美優です。ツーアウトからタイガースの3番正代にヒットを許しましたが、その後4番の前田葵を空振り三振、立ち上がり無失点に抑えます。対するタイガースの先発、こちらも侍ジャパンの森若菜、1番いきなり上条がヒットで出塁します。ルーキーです。2番長田の場面、初球からスチール、盗塁成功です。ツーアウトランナー二塁三塁まで進みましたが、最後は森が踏ん張りました。2回です。ワンアウトランナー一塁三塁、チャンスを作って8番の田中。このセカンドゴロの間に三塁ランナーがホームイン、タイガースイメンが1点を先制します。なおもチャンスでキャプテンの三浦、侍ジャパン流れに引っ張ってきました三浦が追加点となるタイムリー、リードを2点に広げます。その直後のジャイアンツの攻撃、ヒロインインタビューにも出ていました田中、左中間を破るタイムリーツーベース、1点を返します。4回です。再びチャンスで田中美和、ライト方向へのヒット、チャンスを広げます。ワンアウトランナー一塁三塁、続く相見の初球で俊足の田中スタートを切ったんですが、タイガースの強肩安藤が盗塁を刺しまして、ツーアウトとします。その後満塁となって2番の長田、初球でした。大舞台に強いと宮本監督が何度も話をしていました。長田が逆転タイムリー、試合をひっくり返します。5回先発の森若菜、三者連続三振、素晴らしいピッチングを見せます。6回、ジャイアンツカップでは東京ドームでピッチャーとして優勝投手になりました島野愛友利、東京ドームでの初ヒットが生まれます。ワンアウトランナー三塁になりまして、愛美のスクイズ、これが決まりまして、リードを2点に広げたジャイアンツ。最終回もマウンドに上がった清水、三村のサードライナー、長田一塁送球間に合いましてゲームセット。去年から続く伝統の交流戦、ジャイアンツが連勝を伸ばしています。そしてこれは試合の後、インタビューの後でしょうか、全選手、ジャイアンツの選手が集まりまして記念撮影を行っていました。全選手揃って、中島さん、いい写真ですね、はい、いいですよね、このユニフォームがかっこよすぎますよね。そうですね、はい、かっこいいですね、かっこいいですね、